はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、三つ編みだったりとか編み込みができない方って多いと思うんですけど、自分粘土とか難しいですよね。そんな方向けに今日はめちゃくちゃ簡単な編み込み風アレンジをご紹介します。ポイントとしては2つあって、まずね、毛束の取る量というのがだいたい2センチ幅、これをちょっとね、太すぎる毛束で取ってしまうとバランスが悪くなってしまうので、だいたい2センチ幅で。もう一つが、編んでる時に毛束をね、浮かさない、頭皮より離して編んでしまう。そうするとバランスが悪くなってしまうので、なるべくね、頭皮に沿わしながら編み込んでいく。こうするだけで誰でも簡単におしゃれに見える編み込み風アレンジになりますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。はい、じゃあまず早速始めていきたいと思います。まずサイドの髪の毛、まあ、耳前ぐらいですね、の髪の毛をざっくりと取り分けて、例えば顔周りのね、おくれ毛を下ろす方は下ろしておいて、この幅、まあ大体でいいので好みの幅を取り分けます。で、次にミルクをつけていきます。まあ、ミルクでもオイルでもいいんですけど、髪の毛がちょっとまとまるようにこのね、分けた束にしっかりとつけてまとまりを作っておきます。一番最初に表面の毛束を取り分けます。まあ大体でいいので、まあ2センチ幅ぐらいですかね。で、取り分けてしっかりとね、ここも手ぐしで溶かして髪の毛をまとめておきます。で、半分に分けます。顔周りの方を上に持ってきて1回ねじる、で、もう1回顔周りの方を上に持ってきて2回ねじる、こんな感じです。で、次にこの顔周りの方の毛束にこの下の髪の毛を同じ幅で2センチ幅ぐらいですね、で、取ってこの毛束と一緒に合わせます。で、そのまま1回交差させます。で、次にまた顔周りに来た毛束に下の髪の毛を2センチぐらいすくって合わせてねじる、これを何回か繰り返していきます。また毛束を取って合わせてねじる。で、この時にあんまりね、こう浮かしながらやるっていうよりは、少しこう頭皮に沿わせるような感じで編んでいくと形がすごく綺麗に見えます。で、下まで、ここの下まで編めたらこのまま交差させていきます。下まで編んだら、このね、耳後ろあたりでピンとかで留めておきます。そのまま整えてあげると、こんな感じで完成です。はい、ということで、こんな感じでね、やってみました。自分でやる時もね、そうですし、まあ、お子さんだったりとかにね、やるアレンジでも使えるかなと思いますので、このポイントを押さえてぜひやってみてください。はい、今日もね、動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。